こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の前後百科から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、無事にして日月流しです。何事もない日月はゆったりと流れているばかりということです。無事これ帰任と古中日月流しを合わせて一句としたものです。それでは今から無事にして日月流しを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。